まず、無理やり地声でサビを歌ってみますね。こんな感じです。手を取り刺して離したメラのヒヒってなります。裏声で歌ってみましょう。手を取り刺して離したメラのために、声にパワー感が今一つなんですね。ミドルボイスってのを使います。手を取り刺して離したメラのために、このメラのところの声がミドルボイスです。実はいろんな部分でミドルボイスが使われています。サビの後半ですね。僕は君を思う、ここまでミドルですね。でこっから裏声でだらこの部分とか、あとは、感想叫びわーわーわーの音階はドーなんでちょっと下がりますけど、これもミドルで歌うとかなり楽です。基本的にね、リサさんは C5 以上の音程ってのはミドルボイスや裏声を使うことが多いので、実際に楽譜とかを見ながらその辺を意識するとどこで使われてるかってめちゃくちゃ分かりやすいんで、ぜひやってみてください。あと今の解説はちょっと女性基準で言ってるんで、男性の方もしくは声の低い方で歌いたい方は、まあ音階的にはね A4 ラですね。ピアノの4オクターブ目のラの音以降はミドルにした方が結構歌いやすいです。この辺はね、練習の時に自分で歌いやすいように気にしてみてください。このミドルボイスは一度掴んでしまえばもうね、この曲絶対無理っていうようなね、もうフレーズも思い通りに歌えるようになります。もうね、歌柱になれるわけですよ。そのためには正しい知識、正しい順番で正しい基準を守って音楽を楽しんでください。僕のおすすめのボイトレ動画も概要欄に貼っておきますんで、そちらもご覧ください。またこのチャンネルね、チャンネル登録していただければ、実践的に使えるボイトレだったり、あなたが音楽的に豊かになるための情報が上がってきます。ぜひチャンネル登録していただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。レッツトレーニング、バイバイ。